まずはパッキングが完了した状態がこれだ。これでサイトまで片道一発で道具を運びきれる。我のキャンプの鉄板コンビだ。とにかく見た目がビクトリー。基本は川の水を浄水煮沸して使用するが、歯磨きだけは水道水を使いたいので、ね。ファンレイのクーラーボックスは 6.6 リットルと小柄だが、キャンプに来ると食欲がなくなる割にはちょうどいいサイズ。椅子の代わりとして鎮座することもできる。この中華製の河川シュラフ、4シーズン対応、極限温度マイナス7度って記載してるけど、絶対嘘。5度でも怪しい。でもこのインナーシュラフを中に入れて他のギアと組み合わせたら、マイナス2度くらいやったら爆睡できる。肌触りがとにかくいい。このシュラフセットはこのままだと運びにくいので、現地に着いたらまずこれを取り出す。このランドリーバッグの中に2つのシュラフを突っ込んで運ぶ作戦。また集めた薪を運んだり、設営が終わった後の収納袋を全部入れて枕代わりとしても使う。この2つを手に持ってサイトまで運ぶことになる。我を撮影する用の三脚。現着してすぐに使用するので手持ちの部類に。トータルの容量は55リットル。モーリシステムにより外付け拡張が可能。とにかく見た目がイケメン。外付けするギアに関してはバックパックに入らないギア、外に付けたらかっこいいギアをチョイス。では外付けのギアから紹介しよう。2枚で TP 型になる群膜テント。タープが必要な時は3枚目を持っていく。その場合は群膜をポンチョして羽織って百鬼夜行。ベルゲンリュックのモールシステムにドンピシャのベルト。ベルトの長さが2メートルあり、好みの長さでカットして使用する。雰囲気担当なのでさほどルーメンには期待してない。ええ感じでくすんでほしいけど、全然汚れへん。ジベタリアンな我の尻の下の力持ち。防水性が抜群によく、地面が濡れていても表面まで染み込んでこない。ソロ用にぴったりの昭和感あふれるミニア感。我の中で1位2位を争うお気に入りのギア。蓋は移動中に落とす可能性があるので別の場所に収納している。おもちゃの刀と思っているのなら大間違いだ。これはランタンだ。結構ルーメンしてるよね。どのタイミングで鳴るのかいまいちわからない。うっそ。テント泊でもハンモック泊でもこれだけあれば大丈夫っしょ。ソロキャンプデビューから使用しているサイコさん組、割と丈夫な作りなのでまだまだ現役で使えそう。命を預けるような使い方はしていないので、100円均一のカラビナを使用している。ハイジ塾熟成の証であるナイスすぎるデザインのキーホルダーだ。レトロ好きな我のお気に入り。こちらも雰囲気担当のランタンになる。炎上薬剤無病息災根伝永年資材法。地べたで座るときは座布団用意、寝るときはシュラフの下に敷いて使用。サーマレストだけあって即冷え対策はかなりの効果があるような気がする。ベルゲンリュックに外付けしているポーチで容量は約10リットル。ベルゲンリュックのモールシステムにがっつりと噛み合っている。荷物軽減のために購入。この浄水器&煮沸で安全に使用できる。浄水器とセットで使用。吊り下げ用に穴を開け、パラコードを通している。とりあえず腹を壊した実績はなし。今回は何も入れていない。
早くも4個目のランタン登場。こやつもなぜか汚れない。この後に出てくるギアのクッションとして奇跡的にエンジョフィー。ロゴスのランタンをオイル化するためのちっちゃいオイルランタン。ワークマンで買った耐熱手袋、内側のパープルがなかなかかっこいい。作業用グローブ、ザコリスペクトアイテム。このグローブをつけるだけでカサンドラにいるような気分になれる究極のアイテムだ。拡張用ポーチは以上だ。我がパッキングするときはまずは縦に入れるギアを優先してここに入れていく。職人御用達の折りたたみ式のノコギリ、極刃により余計な力を入れることなく短時間で対象を切ることが可能だ。パラフィンオイルを入れる容器、液漏れの実績なしの優秀なやつ。安定定番のモーラナイフ、かなりガツガツ使っているけどまだまだ現役。直火はその後片付けなどに使う。ブッシュクラフトで使用する何の変哲もないのみ、グリップが滑りやすかったのでパラコードで補強。ブッシュクラフトで使用する紐、軍膜を貼るときに使用するペグ、単造ペグは予備として。ここはギア一つだけ入れている。ハニカム構造のデコボコしたエアーマット、 Z ライトソルの下に敷いて就寝時に使用。次はベルゲンリュックのポーチの中を出していこう。守り紙だ。着火方法にこだわりがないのでこれを小分けにして持参。最近出番がないけど持参はしたいロマン枠ギア。クッカーなどが焦げついた時に使いたい。ケースの蓋が壊れてしまったけどまだまだ使えるはずだ。YouTube の撮影をするときに持参。物忘れが激しいのであらかじめネタをメモしている。我の持っているギア唯一のおしゃれ系キャンプギア。こんな寒いのにキャンプしてるぜを確認したいので、ここのポケットは主にガジェット系や撮影関係を入れている。3000ルーメンの爆光 LED 懐中電灯。ダイビング用だけあって雨にも強いが 280g とまあまあ重い。三脚では撮影できないアホみたいな低空アングルを撮影したい時に使用。娘に借りたポーチ、仮パク中。撮影用のライト、輝度と色温度の調節が細かく設定できる。遠隔で録画のスタート&ストップができる。動画内ではあまり喋らないが、購入理由は風切り音の防止、なかなか便利で高性能。 iPhone で使うには変換アダプターが必要。このアイテムで撮影機材をひとまとめにすることができる。ベルゲンリュックには背面上部にも収納箇所がある。
道中の突然の雨。我は濡れてもいいけどギアは守りたい。ではメイン収納を見ていこう。一番最初に出すランドリーバッグを手前に収納。本来はプラモデルのツールポーチなのだが、デザインが気に入りすぎたのでサニタリー系を収納している。ざっと紹介しよう。我のお気に入りギアトップ3、カサパローが何だろうが絶対に持っていきたいロマンスギア。ブッシュクラフトには欠かせないギア、切れ味や重さのバランスが感動レベルにいい。防水性抜群のブルーシート、エアーマットを砂利などから守るために下に敷く。めちゃくちゃ使い込んでいるが、まだ穴は開いていないので大丈夫。ちょっと部屋の中では出したくない。いわゆるパチグリル。Amazon で1800円ぐらいで買ったが、割と丈夫でまだまだ使えそうだ。Twitter で応募して奇跡の当選。帆布生地のめちゃくちゃかっこいいペグケース。即一軍採用の憎いやつ。意外とコンパクトに畳める。さっき紹介した夜間の蓋、ゴーエモンさんからいただきました。ありがたき幸せ。昭和レトロ好きな我が一目惚れした巾着袋、中にはスティックコーヒーを入れている。甘いコーヒーが好きだけどブラックはこれを取るよ。金優也さんにもらったフィギュア、体の色と自然がベストマッチング。どうでしょう、半紙の証。トランプで星占いが趣味なので、占ってほしい方はコメントお願いします。ソロにおけるド定番のテーブル、いろんなテーブルを試したけど結局これに戻ってきた。リング付きで箸がばらけず、カラビダなどで吊るせる。目に刺さるような鮮やかなオレンジ。刃渡り12センチで調理がしやすい大きめサイズのオピネルナイフ。でもキャンプではほぼ切る作業をしないので活躍の場は限られる。木製とプラスチック製の中間のような不思議な素材。UL キャンプでも使えそうな軽さ。説明不要の王道キャンプギア、中のスタッキングも定番。我がアンバサダーを務めているシアザライフのブラックギア、メスティンの蓋で調理するときに使用。ギザギザの刃がある方はトングとしても使用可能。主にメスティンの炊飯時に使用。先ほどのごとくとドッキング可能。調味料を忘れた時の予備、岩塩と塩コショウを入れている。三角柱のような形状で転がりにくい。これで全装備の紹介は終了だ。果たしてバックパックの総重量は17キロです。